まで突き従ってくれた皆のため、私は負けるわけにはいかないのだ。今ここでお前を撃つ。これ以上、この以上邪魔させるものか。劉備様はきっと世の中を変えてくださる。どうにか逃げてもらわねば。狙いは定まった。敵の足場を崩し全員を損。ここまで来たか。そうそうでいい。劉備殿はこの私が守ってみせる。進軍せよ。惑わずひたすらにかけるのだ。私では力不足だった。せめて劉備殿が逃げてくれればよいが。私であろう。ならば勝負だ。このままやられてしまうか。しかし諦めるわけには。劉備を追い詰めたか。だがすでに長江は眼前。陣羽どう思う。孫権が劉備のため兵を動かすかな。ここは孫権だと思います。孫権軍の周囲が動きました。水軍を率いて河口へ向かっています。水の上に出られては今のわしらに打つ手はない。口惜しいがここまでの。劉備の奴を取り逃がしてしまうとはな。仕方ねえさ、トンニ。しかしこっからどうしたもんだかね。城陽には劉表配下の水軍がいます。当座はそれを接収し頼るほかありません。ですが孫悟の水軍は盛況です。そのような付け焼き刃に。それでも他に手はあるまい。炎章ではないが数を揃え力。あれが孫悟の水軍。敵ながら壮麗な布陣ですね。陸にも多くの部隊が配備されている。どこから攻めても堅そうだ。
我々は水上戦の経験に乏しい。父よ、まずは河岸を制圧し、勝手を知る陸での優位を確保すべきかと。我々はまず雨林の確保を目指す。だが敵もわしらの動きは読んでおろう。分かっただ。おいら戦うのが水の上でもおか。みの進め。チョークを溶かし尊敬を打つ。さてどこから川を渡るべきか、石膏部隊と落ち合った時に決めよう。こちらがその報告書で。皆さんお揃いで。それじゃ早速軍議を始めよう。まずは水上の戦いだが、こちらは苦戦を強いられている。対して陸での戦は優勢だ。郊外や帝府といった猛将を押している。医療側から敵に迫るという手もあるが、遠回りな上守りも厚い。避けるべきだ。なら素直に南下して陸上で戦うべきだな。孫権に会うにはそれが一番手っ取り早い。各殿に同意します。敵の水上戦略を突破するのは困難かと。ですが味方水軍の敗北も避けたいですね。援軍を編成し戦線維持に努めましょう。よし、これで方針は決まったな。時は有限。早速進軍を始めようか。恐れずに突き進め。推薦で自分たちが遅れを取るはずがない。チェイテイ抵抗されているな。敵の戦は勝手が違う。推薦で敗れるとは。新宿隊が今は引くしかない。よっ、
道の前に滅びよう。野郎ども、命を張った大喧嘩だ。こっから先誰一人として通すんじゃねえ。畜生、水の喧嘩で奴らに負けるとはな。そうだ、守りを固めておくぞ。止まれ、ここらで一戦ありそうだ、守りを固めておくぞ。行くぞ。この目標我らの部で制す。さあ、行きますよ。敵の要所を私たちが華麗に奪うのです。行くぞ、敵の要所を落とすのだ。この辺りを抑えるのだ。この者もかかれ。
は決まった。いざ金運開始。これより彼の地に進軍する。客はいよ、我が和田地をたどれ。目障りなとこは潰しちまうか。ついてこい。敵の痛いところをついておくから。狙うはあの地だ。行くぞ。敵の痛いところをついておくから。狙うはあの地だ。行くぞ。弱敗どもには負けぬ。帝徳王の戦見るがいい。名だたる将とお見受けする。拙者の武の髄をもってお相手せん。曹操軍の勢い止められなかった。派手にやられたな。戦は分が悪いか。敵の勢いを見誤ったか。苦い記憶がまた増えるな。やった、蹴散らしてやったぞ。陸上の戦いなら我らの方が上だ。さあ行きますよ。敵の要所を私たちが華麗に奪うのです。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。お見事でございます。行くぞ。この目標、我らの部で制する。Yeah.
来た。高等の地は断じて早々には渡さぬ。このロッシュ系、力戦では遅れを取らん。殿の身、必ず守り切ってみせよう。盾兵部隊、構え。曹操軍を一歩も中に入れるな。ここは渡さないわ。曹操軍なんて追い返してやるんだから。姫様と孫権様に手出しはさせない。私が必ず守り抜くわ。何かできると思っているのか。もう門を破壊されるとは。一時撤退だ。体勢を立て直す。優勢それでこそ我が父、目の覚めるような活躍よ。曹操軍の力、ここまで強大であったか。
だが私はここで諦めるわけにはいかん。急ぎ軍を再編し、次こそは勝つ。お見事でございます。孫権、いや孫武、覚悟盛況とは敵ながら見事や。父と兄、二代の主を立て続けに失いながら、その力は衰えるどころかより高まっていたか。孫権は己の領内を盤石とすることに先進し、その中で将兵らの心も掴んできたようです。地に足がついた御人が、これは揺さぶりにくい手強い相手です。ならば我らは兵数と策で押し切るしかあるまい。水軍も長連でいくらか動く。しばらくは長江沿いに陣を敷き、水軍を増強する。しかるのち決戦は関。天下を狙う曹操は瞬く間に慶州を制し南進を続けた。そしてついに孫権の治める幼州に迫る。長江のほとりを埋め尽くす曹操の大軍勢、かつて見ぬ強敵を前に、孫武は降伏か交戦かで揺れていた。一方、慶州を追われた劉備は画僚と称えられる諸葛亮を得る。この切迫した状況に天才軍師が導き出す答えとは。諸葛亮の策が曹操、孫権、劉備の行く末を変えようとしていた。孫権は降伏勧告を入れなかったか。ふん、状況も分からず吠えるか。まさに獣だな。まあいい。よし、おいら泳ぐ練習をするぞ。船から落ちた。いや、お前は泳がなくても浮くんじゃねえか。っていうか船から落ちちゃダメだろ。ふん、巨長の言う通り、船から落ち泳がねばならぬ時もあろう。そういった想定や覚悟もしておかねばなるま。ここで孫権と劉備を討てば天下の平定は目前となろう。全軍水上戦の構えで。殿、戦の前ながら失礼いたします。殿の義公就任についてお話がございます。義公。殿は間もなく天下を平定せんとしておられます。古より人心として殿より功のあった。ならば義公の位を受けても何ら問題はないと思います。お待ちください。そのお話には賛同しかねます。義公となれば帝から借り受ける形ではなく、ご自身の兵と領地を持たれることに。そうなれば官室の臣として官室のために戦うという大義が失われます。多くの人の目には簒奪が狙いだと映るでしょう。新たな断りを敷くには大義を伴う必要があります。だからこそ曹操殿は帝をお迎えになったはず。順位当初この件は保留とする。今は目の前の決戦に集中せねばならん。この戦で乱戦を終え。
間もなく孫権との決戦が始まる。懸念がある者は遠慮なく述べよ。水軍の質をもう少し上げたい。実戦を経験させたいところだが、時間が足りんな。近辺に水族が出没していると聞きます。戦の触りとならないよう打ち払うべきかと。慣れない水軍の調練に体調を崩す兵も多い。医者が足りていないことが気がかりだ。懸念といえば、孫権陣営を探っていた偵察部隊も未だ戻らんな。それは敵に捕まってしまったのでは？敵には知略に長けた周瑜と諸葛亮がいます。すでにこちらの陣営に対し何か仕掛けている可能性もあるでしょう。例えば流言、あるいは偽の情報、それらを考慮に入れ真実を見極める必要があるでしょう。うん、皆の意見は分かった。我らは今他の情勢に背を向けて遠征している。こうして孫権と対峙している間にも領州の馬頭などは力を増しておろう。天下平定までの敵は孫権と劉備だけではない。もはやこれ以上時をかけてもおれん。皆速やかに己の懸念を払拭し決戦に。